ソネダ駅は福島県福島市、ソネダ町にある福島交通、飯坂線の駅、単式ホーム1面1線の地上駅、駅舎は東側にある。かつては島式ホーム1面2線の交換可能駅だったが、駅舎側線路はポイントが撤去され侵入不可能である。校内に車両基地があったが、1975年に桜水駅へ移転した。 当駅は朝と夕方に駅員が配置される。校内には窓口、乗車駅証明書発行機、待合室、トイレ、公衆電話、レッドハウス、ソネダ駅店、自動販売機がある。かつてのトイレは組取式だった。2010年度の乗車人員は233人であった。近年の1日平均乗降、乗車人員は以下の通り。最寄りバス停は県道三号線にある。 ソネダとなる。ソネダ駅駅舎福島大学附属小学校の最寄り駅となっているために、峠工事には笹谷方面の自動で混雑する。JR 東日本東北本線の東側に位置する。福島から並走している、JR 東日本東北本線、阿武熊急行さらに JR 東日本東北新幹線からもホームが見える。福島交通が進めていた。 ソネ大輝の建て替え事業の構想が2008年2月20日までに固まった。12階建ての構想ビルで1階に駅舎やコンビニエンスストア4階には医療モール5階から12階にマンションを整備し2009年度中に着工し2010年度中の完成を予定していたが福島交通本体の会社構成方針請や東日本大震災の影響を受け 凍結されている。ありがとうございます。